こんにちは。時間動画日記、劇団員の直江さとみです。今日は11月の29日12時、お昼の時間です。大阪に入ってインディペンデントシアターでみんな仕込みをしてます。お昼休憩中です。ついに明日、明後日と大阪公演になります。これどうしたらいいのかな。もう本当にね、誰がスケジュールを組んだんだっていうぐらいね、怒涛で、我々どうなるかちょっと不安なんですけれども、作品は本当に面白いし、東京公演を経て新しいものになっているので、で、あのローザ見た方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ローザとは違ってストーリー性があるので、あれで3時間はとか仕込みしてる方も絶対楽しめると思うので、ぜひぜひいらっしゃっていただければと思います。はい、これ後ろ映ってますか。今は休憩中のみんながいます。明日の明日って18時ですか。はい、ありがとうございます。明日の18時と、いや、明後日の11時、16時で公演があるので、お時間あるのはいらしてください。はい、やんで。